はい、レザー承認のニコです。こんばんは。レザークラフトやってますか？いつも YouTube 見ていただいてありがとうございます。とうとう1000人突破しました。ありがとうございます。おめでとうございます本当にね、もう時間かかった、目標だったんですけどね。とりあえず1000人はね、 YouTube せっかくやるなら。 YouTube ってなんで1000人ね目指したかというと、 YouTube ってあれなんですよ、1000人突破すると収益化とかいろんなことができるらしいんですよね。やれることが増えるんですよ。で、1000人になるっていうのは、全体の YouTube やってる人全体の 15% しかいないらしくて、やっぱそこ入りたいじゃないですか。なのでね、もう頑張ってね、もうね3年4年ぐらいやってたのかな、一応はね。初めてやるのが3年4年ぐらい前で、そこから今400何十本撮ってるじゃないですか。でここ1年ぐらい頑張ってね、ようやく1000人になったんで、いろいろとね、次どうしようかなって考えてるところです。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いつも見ていただいて、絶対あのフォロー外さないでくださいねで今日はですね、まあ1000人突破したんでっていうのもあって、ちょっとじっくりとやろうかなと思ってます。僕がね、その手染めの職人なんで、手染めを売りにしてるんで、手染めの話しようかなと思ってて、僕ね、まあなんで手染めしてるかって言ったら、それは結構過去のね動画でも言ってるんですけど、やっぱり手染めの方がその自分の個性が出しやすいしね、新聞のやつ作ってもね出しやすい。例えばね、こういうキーケースとか、これも変わった色でしょ。で、まあ、これちょっとまだシンプルやけど、シンプルやね、タイプと。このよくあるトライアングルコインケース、これも形はシンプルで王道やけど、手染めになるとやっぱりそのなんていうの、個性が出しやすいじゃないですかっていう感じで、やっぱりね手染めを僕はね皆さんに推奨してるんですけど、その中でも僕ね、染料、やっぱり皆さん染料気になると思うんですよ。大体皆さんクラフト社とかローパスとか、まあ僕みたいにフィービング使ってたり、まあ最近ならリゼットさん使ってる人も多いと思います。僕はね、ずっと言うと2種類使ってるんですよ。ずっと使ってたそのフィービング社、プロダイテスねと、リゼットを使ってます。でこの違いがね、皆さん1個ぐらいしか買ってないと思うんで、あの違いをね今日はちょっと実践しようかなと思ってます。これ面白いと思います。ぜひぜひ見てくださいね。ではよいしょ、まあトライアコインケースね、こちらを使ってどんな感じに色合いちゃうかっていうのをやろうかなと思って、ちょっとね今日はねお時間かかると思いますけど、ゆっくり、お酒でも飲みながら見てください。僕はまだね、今日まだ夕方なんで、まだ飲まないです。この後にね、ちょっとインスタライブとかもしようかなと思って、YouTube、インスタとかのそのライブのね、なんていうんやろ、やる時間帯とか日にちをね、ちょっといろいろ変えたんで、もしそれ知りたい方は概要欄、覗いてみてください。まずね、こちらが、プロダイのまず黄色、これ両方とね緑系にしようと思ってます。ちょっとしたねコツも、色のコツも教えようかなと思うんで、楽しんでください。こちらプロダイ、フィービング社のプロダイの黄色っていうか、あるかな、 あったちょっと茶色が混ざってんな。こんなもんかな、ちょっと茶色がついてるけど、まあ例えばこう塗ります。まあ色的にはまあまあそんな茶色はつけへんな、じゃあ大丈夫やね。例えばこれがね、TikTok のライブとかでその緑系染めてくださいって言われたら、僕はね結構赤系緑系茶色系をね黄色下地に入れるんですよ。っていうのも、薄いやつから、濃いやつにしていった方が色の調整できるんで、ほんで下地に黄色入れてるとね、皮って、毛穴があるじゃないですか。なので、こういう曲げるやつって、ここら辺の毛穴がギュッてしてたのが、こう、
バーベキューの網みたいに伸びるんですよね。じゃあ毛穴に入った色がこの辺はほわって出てくるんですよね。僕はそういうのが好きなんで、ちょっとこういう風に。でこれがプロダイの黄色です。でこちらリゼットさんの黄色、イエロー、もう明らかね、色から全然ちゃうんですけどね。まず黄色ね。なんで僕がこの両方使ってるかっていうのをじっくり今日は説明しますんで、結構ね保存版ちゃうかな、今日はいい動画になると思いますね。せっかくね1000人達成したんで、しっかりとした動画もね撮っていこうかなと思って。これをアップするのが大変なんですよね。でもちょっと何分ぐらいやるね、今日20分ぐらいはかかるかな。こうほらほら、こちらね、僕イエローって言ってますけど、確かレモンイエローとかそういう名前だったんちゃうかな、リゼットさんの正式な名称は。なのでここまでね色の発色ちゃうんですよ。まあこっち渋い感じやけど、こっちはなんかもうなんていうの、ポップないい感じですよね。僕は渋いのも好きやし、こういうポップのも好きなんですよね。でこの上から次はほんだら、リゼットさんの緑、この次やろうかな、緑。これでねリゼットさんのやつが気になった人はね、リゼットさんのとこってよくね講習会とかやってるみたいなんで、僕それ行ってみたいんですけどね。なんか次明日かレザーマニアさんとこでやるらしいですけどね。もしねお時間ある方、まあ予約制やと思うんでね、もう無理かもしれへんけど、まあ他にリゼットさんとこはちょこちょこやってはるみたいなんで、行ってみるといいと思いますよ。僕も行きたいんですよね。しっかりとねその作ってる人からね学ぶんが一番いいと思うんで。これは僕の画料になるんでね、やっぱり間違ってるというかね、なんかもっとね違うこと教えてくれると思うんで、いいと思いますよ、そういう講習会行くのも。僕もね機会があれば、大阪でも結構やってるみたいなんでね、大阪の時もしあれやったら行こうかなと思ってますけどね。プロでもそういうもの行ってみたいんですよね。やっぱり全然ねなんていうんやろ、学べることが違うんで。これあいい色ですね、黄色と緑が混ざった。これがリゼットさんとこの黄色入れて緑入れた感じで、次プロダイこちらね、プロダイの緑を入れると両方とも色がカスカスやな。もうね僕こういう風にやってるんですよね。これメラニンスポンジ、メラニンワークショップ用なんですけどね、基本はメラニンスポンジ入れてここに染み込ましてこのタオルでつけて塗ってるんですけど、これがあることによってそのドボッとつけないですよね。このタオルの繊維の感じを生かせれるんで。でもねこれやってるとそのやっぱ乾きやすいんですよね、外に出してると。その辺が難点やなとか思うんですけどね。僕はほんで基本このタオル一つで一作品を完結さすっていうのを、なんていうんやろな、なんていうの、目標にやってます。なんなんでしょうね、なんとなくそのタオルの使い方とかそういうのを駆使した方がなんか面白いものが僕はできるんですよね。一つやからね、いろいろ考えると、順番とか濃くなったらねもうおしまいなんで。要はもう全然違うっすね、ほら、わかります？こっちプロダイ、こっちリセットさんの同じねやつだ。こんなに違うんか、すごいね。これぐらいちゃいます。
で、もう一回ぐらい入れとこうかな。まあ、ここら辺からはその自分の好みになりますよね。でもこれが豆のりよりやっぱり黄色、そうやな、ちょっと見せましょうか。ちょっと待ってね。例えば黄色入れずに緑直接塗った場合、まあこんな感じなんですよ。まあ黄色って感じで、これリゼットさんの方ね、プロダイ、ほら緑、こんな感じなんですよね。まあこれでも別にそれはいいんですよね。色がもう完成されてるんで。でも僕はやっぱり黄色入れた方がなんかほわっとした感じで、よりその手染め感が味わえるなと思って、僕は黄色入れます。でもう一つ、まあちょっとやりましょうか。緑をもうちょっとぐらい入れといて、まあ、もちろん好みですよ。こういうその手染めっていうのはもうね、自分の好きなようにやればいいんですけど、僕のねちょっとしたそのなんていうんだろうな、レシピみたいなのを披露するだけのあれなんで、やるかやらんかは全然。こちらも、こちらはいけそうやねんけどな、ちょっとだけ。リゼットさんと、まあ、基本はねリゼットさんだけ、プロダイだけとかやるんですけど、たまに混ぜたりします。プロダイの方はね、なんていうの、中間色みたいなのないんですよね。ブルー系で言うとターコイズ、オーシャンブルーか、リゼットさんとこの名前で言うとオーシャンブルーとかピンクとかないんですよね。なのでピンクとかはオーシャンブルーはリゼットさんのやつ使って混ぜて、プロダイと使ったりもします。こんな感じ。例えば緑系で作ってって言われたら、まあ、こういう風にここまではやるんですけど、そのどういう風に使い分けるかっつよね。なんで2つ持ってねって感じなんで、僕の場合は。この場合はね、お客さんの雰囲気に合わせて僕は書いてます。例えばね、女性の方、お子様とかやったら結構こっちっすよね。やっぱりこっちのリゼットさんの方が受けやすいと思います。でこちらやっぱり男性な感じがしますよね。で、僕その TikTok ライブとかでやってるじゃないですか。で前はね、こっちしか持ってなかったんで、プロダイのしか持ってなかったんで、ずっとプロダイでやってたんですよ。でもやっぱりそれじゃね、お客さん、まあ飽きてくるってことはないけど、目当たりさがないと思って、交互にやるようにしてます。でその時の雰囲気、なんか人数がこう多いな、ちょっと明るく、そのなんていうの、目を光らせたいな。だいたい川ってこういう風に渋い系じゃないですか。ちょっとなんていうのね、やっぱ TikTok って若い方も見てらっしゃると思うんで、若い方にもちょっとじっくり見てほしいなと思ったら、こっちをリゼットさんのやつ使ったりとか、そういう風に分けたりもします。でもう一つ、ここから、まあだいたいこんなもんですよね。で、まあその時にもよるんですけど、例えばね、そうやな、ここにもう一つ遊び心を入れたいなと思ったら、例えば僕ね、大体3色は使うんですよ。例えばこういうターコイズ、ここにターコイズを薄く多分こいつよりブルーの方が分かりやすいな。ブルーにしようか。
カイブルースカイブルーをね、まあここからこれもターコイズに入ってるんですけどね、あんまり見えないですよね。なので分かりやすくいくとブルで、その目に張り感が出るんですよね。やっぱり僕そのね、入れる前ののっぺりした感じも好きなんですけど、やっぱりこういうね、なんていうんやろ、メリハリの効いたやつが好きなんですよ。なんかワンポイントに。でこちらブルー入れました。例えば今度はこっちね、プロダイの方、こちらの方はそうやな、例えばプロダイの黒、一番強い色、これが難しいんですよね。一番強い色なんで、もうこれ以上はね色乗らないんで、黒をこの上から、まあサンバーストやったら普通じゃないですか。最近僕あんまりサンバーストもしないですよね、好きなんですけど。例えばもうカスカスで、ほら、まあこっちもちょっとね、あの黒に見えますけどね、こうちょっとね黒を上からなんていうんだろうね、シャシャシャーとまぶしてあげると、ちょっとミリタリーグリーンのような感じでかっこよくなるんですよ。僕これが好きでね。で実を言うと、この上からもう一回最後締めとして、この色のついてないとこ、タオルの色のついてないとこで下地の黄色を入れるんすよ。ほんならなんていうのかな、落ち着くんすよね、色合いが。ほらこれで僕は完成にしてます。こっちも黄色、こっちは緑の方がいいかな。緑、なんか全然ついてない。おうおうおう、緑を、こう入れることによって、さっきのこのブルー、こっちはブルーですよね、ブルーとの一体感がより出てくるんですよ。でちょっとあれやな、薄くなったなと思ったら、こうまたもう一回これで調整していく感じかな。うん、こんな感じ。こちらリゼットさんの、黄色、緑、ブルー使って作りました。グリーン系のトライアルグルーコインケースっていう体でね、こちらプロダイ、まあどっちもいいですよね、やっぱりどっちもいい感じですよね。でこの後まあ最終の仕上げ、最終の仕上げにも僕は実を言うと2種類使ってて、ツヤありと、前はね本当に全部ツヤなしやったんですよ。ツヤなしっていうのもレザーフィックスっていう、なんや、仕上げ剤を水で薄めて、あれはねそのまま使うとツヤありなんですよ。
表がね結構カリカリになってしまうんで、で僕はずっとそれをねもう何倍ぐらいやろ、5倍とかに薄めて使ってました。でそれを2回ぐらい塗ってね、乾かして2回塗って仕上げるんですけど、まあそれは次の回でやろうかな、うん、で実を言うと、あこれを YouTube ライブにしようか、うん、仕上げ剤レザーフィックスを使って仕上げます。うん、でツヤありとツヤなしをやってます。こんなもんかな、20分やった。ちょっと最後グダグダになりましたけど、まあこんな感じで僕2種類使った感じです。だから皆さんね、どっちがお好きなんか分からへんけど、うん、まあいろいろ買ってみて、うん、買ってみて、まあリゼットさんならお試しセットみたいな5000円ぐらいで売ってるんで、それ買ってみるのもいいと思います。で今使ってるのとどう違うんかって、大体ね日本のやつって昔のそのローパスやったりクラフトやったりなんかやっぱりうーんとなんていうんやろ、落ち着いた感じなんですよ。でもリゼットさんのやつはパッと明るくなるポップな感じなんで、うん、今からちょうどその革業界になんかいいんちゃうかなと僕は思って使わさせていただいてます。うん、なんでもしよかったらね、皆さんもそちらのセット買ってみて、試してみたらどうでしょうか。うん、でね、今回作ったこちら、日曜日、今週の日曜日、6月の何でしょう、12日に、初の YouTube ライブをします。6時、7時ぐらいからかな、うん、します。でそちらの方でこれ先ほど言ってたそのレザーフィックスなんて最後完成までのなんていうの作成動画やろうと思ってますんで、ライブを、それ見ていただいて、まあ人数がね何人か分からへんけど、もしあれでしたらこちらの方をあみだくじかなんかでプレゼントにしようかなと思ってます。なのでもしよかったらYouTube ライブ6月の12日、6時か7時ぐらいからやりますんで、もしよかったらそちらもよろしくお願いします。今日はこんな感じにしましょうか。ありがとうございました。では。